はじめまして、文化三類一年の石丸康弘と申します。私は昨年度6月から3月までフライプログラムを利用して、サッカーを通して世界の人々や文化に触れるということをテーマに活動していました。本日はこのような段取りでお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。まず、応募の動機というところから説明します。大きな動機として、異文化への興味と将来への不安というものがありました。 高校生の皆さんには大学に入ったらやりたいこと、学びたいことはありますか僕にはそれがありませんでした。大学からの生活は高校までと違い、自分で自分自身の生活をデザインしていかないといけない場面が多くなると私は考えています。大学入学当初、やりたいことが全く見つかっていなかった私には、そうした人生のデザインがとても難しいものに感じられていました。 なので自分が思うような人生を描くために一度立ち止まって自分自身や人生を見つめ直す機会が必要なのではないかと考えましたここでもともと異文化への興味を抱いていたこともありフライプログラムを利用してより広い世界を眺めながら自分の将来を考えることにしましたといろいろとお話ししましたが最初のきっかけは高校3年の時に高校の先輩のフライプログラムの体験談を聞いてとっても楽しそうだと思った 単純な動機でした続いて休学科の意図と目的についてです私は違う世界の人々がどんな環境で育ってどんな価値観を持って生きているのかにすごく興味があったので世界の人々や文化に触れるということをテーマにしましたサッカーを軸にしたことは現地の人々と密な関係性を作る上でもとても役に立ちました2つ目については先ほど動機のところでお話しした通りです 3つ目はコミュニケーションについてです。中学、高校と英語を勉強してきましたが、それはテストで点を取るためだけで全く実用的なものではありませんでした。言語を合っようになることは、文化理解の第一歩としてすごく重要ですし、せっかく学んだ英語を実践で使えるようになりたいという思いや、母語じゃない言葉で意思疎通をする喜びを知りたいという思いがあり、これも休学の重要な目的の一つとしていました。 こうした背景があり、実際に活動を始めていきました。活動は9ヶ月にわたり23カ国に渡航しました。東南アジア、ヨーロッパ、アフリカ、南米と大きく4つのフェーズに分けてそれぞれサッカーに絡めた活動を行いました。詳しくは写真付きで見ていこうと思います。まず最初に訪れたのは東南アジア、カンボジアでした。 ここではプロサッカーチームのソルティール・アンコール FC でスタッフとしてインターンしました。このチームは3年前に本田圭介選手が創設したチームで、現在カンボジアの一部リーグに所属しています。できて間もないチームだったこともあり、地域での知名度向上、ファン獲得、チケット販売が主な役割として与えられていました。これは集客活動の一環として、地域でフットサル大会を開催した時の写真です。 これはアジアサッカーの総本山 AFC を訪問した時の写真です。日本人の方が数人職員としてお勤めになっていて内部まで案内していただけました。こちらはカンボジアでできた友人たちとの写真です。カンボジアは私にとって初めての海外生活でした。当時英語も全然できなかったため友達ができるかどうか不安も抱えていました。けれどサッカーがあったから仲良くなることができました。 これはサッカーコートのすぐ隣で撮った写真なのですが、サッカーに混ぜてもらい、その後一緒に話したりご飯を食べに行くということがよくありました。こうした時間が英語の実践練習の場にもなりましたし、彼らともっと話せるようになりたいという思いも生まれ、英語学習のモチベーション向上にもつながりました。続いてヨーロッパを訪れました。ここではヨーロッパサッカーのビジネスに関わる日本人や企業を訪問していました。 写真は世界有数のビッグクラブ FC バルセロナの現地オフィスを訪ねた時のものです。ここでも日本人職員がお二人お務めになっていて案内してもらいました。他にも FIFA の大学院や日本企業の DMM が経営するプロチーム、世界最大の大会 UEFA チャンピオンズリーグの運営会社などを訪ね、日本人がヨーロッパサッカー界で仕事をつかむために必要なことなどを体験談とともに伺うことができました。 こちらの写真はこの活動中に日本代表の選手と会った時のものです。憧れの選手と二人で会うことができるとは思っていなかったので、一生忘れることのない夢のような時間でした。このように、この活動をしていたからこそ行けた場所、会えた方がいて、本当にいい経験となりました。続いてはアフリカです。アフリカではサッカーボランティアをしていました。対象とするのは、いわゆるスラムに住む子どもたちで、 経済的な理由でサッカーをできない子たちに指導を受ける機会を無償で提供するというのがこのボランティアの趣旨です。左の写真が練習の様子です。枠組みだけのゴールが左にあるのがわかりますか全く違う環境で子供たちとサッカーを楽しむ経験はとても新鮮なものでした。ところで皆さん、アフリカといえばどのようなイメージを思い浮かべますかおそらく多くの方が大草原、動物、発展が遅れている、 というイメージを抱くと思いますけれど僕が最初に経験したアフリカはこのような場所でしたこちらはケニアの首都のナイロビの様子です日本や先進国ではなくアフリカの一国でも都心部はここまで発展しているということを見て驚きを覚えましたけれどそれが少し中心から離れるだけでこのような街並みも広がっていましたこれは中心部から車で15分ほど離れた場所で アフリカ最大と呼ばれるキベラスラムの様子です教科書の中でしか知り得なかった途上国の貧富の差を目の当たりにしましたこれは実際に歩いた街の中の様子ですこちらは実際に一緒にサッカーの指導をしていたケニア人コーチの家です今回の活動中もサッカーで彼と出会わなかったらこの景色は見られなかったかもしれません 軸はいつでもサッカーでしたが、サッカーだけでなく、それを切り口に、経済、文化や政治、宗教など、幅広い問題に関心を持つことができました。これは実際にサッカーをしている子どもたちの様子です。僕が小さい頃、当たり前のように過ごしてきたサッカーを楽しむ環境が、当たり前ではなかったことを実感しました。一方で、言ってしまえばこのような環境でも満足に遊べてしまうのがサッカーの力があるとも感じました。 彼らは環境、金銭的な制約が大きいために娯楽の選択肢が日本の私たちよりもはるかに少ないです。そんな彼らにとって手軽に遊ぶことのできるこのスポーツがあることの意義はすごく大きいものであるに違いないと感じさせられました。このようなサッカーの手軽さが世界中どこでも愛されているゆえんなのだろうと感じました。それでは活動を通して得られたものについて話していきます。まずはサッカーというスポーツの持つ可能性の大きさを痛感しました。 先ほど見たように、サッカーというのは手軽な娯楽で、ボールさえあればどこでもできるという点で、多くの人々の人生を豊かにしています。また、プレーするだけでなく、各地のスタジアムを訪れ、観戦したことで、地域住民に与える影響の大きさも感じました。こちらは世界一熱狂的と言われるファンが集まるアルゼンチンのスタジアムの様子です。この試合は人生で一番感動した試合でした。ここでしか体験できない刺激的な日日常がここにはあって、 ファンの一人はこのチームが人生のすべてだとも語ってくれました。さらにはサッカーというのは国や文化、性別や宗教など多くのボーダーを超えるということも身をもって体感しました。このようにただの一つのスポーツではありますが、たかが一スポーツにはとどまらない大きな可能性を秘めていることを再認識しました。また、異文化に生きるということを通じて様々なものを得ることができました。差別的なこともあったし、 日本で培ってきたものだけでは通用しないこともありました。言葉も通じず、最初は戸惑いましたが、終盤ではあまり問題を感じなくなりました。もちろん語学力が上達したこともありますが、それ以上に失敗を恐れないことや、異なるバックグラウンドを持つ相手との距離の縮め方などのコツをつかむことができたと感じています。また、日本を初めて離れたことで日本に抱いていた愛着などにも気がつきました。 最後に将来の展望についてです。この休学期間には考え時間がたくさんありました。というのも登校する宿題をこなす部活に出るなどと何をしようかなと考えなくても日々の生活が決まってくる普通の学生生活とは違い休学中はそれらを一からデザインしないといけませんでした。有意義な時間を過ごそうとすると自分が何が好きで何をしたいのかが明確に定まっていないといけないことが分かりました。 これは休学期間のみではなく、選択肢で溢れるこの世の中を楽しく有意義に過ごすために、自分の軸を持つことが重要であるということを感じました。そんな私が去年の休学で得た大きな三つの軸がこれです。入学時は <laughs> 何もやりたいことのなかった私ですが、今はこれらをまとめると、 国と国をつなぐというサッカーの側面を利用して日本サッカー界を日本を盛り上げるようなことをしたいと考えています。最後にこの先の学生生活についてです。現在はサッカー部に所属しています。選手としてサッカーに専念する反面、フライでの経験も生かしてピッチ外でできることの可能性も模索しています。具体的にはサッカー部としての国際的活動の企画、計画を進めています。 また、学問面では、もともと興味があった文化への興味が深まり、文化人類学や地域文化の授業を多く取っています。今後の学部選択にも、この経験は大きく影響すると考えています。というわけで、帰国後の学生生活にもしっかりとつながるとても実りの多い一年を過ごすことができました。改めまして、一年間ありがとうございました。ここまでの話を踏まえて、もしも皆さんがフライに挑戦するとしたら何をするか想像してみてください。 長いようであっという間だったようにも思えるその時間ですがこのプログラムでは楽しむも成長するも勉強するもどのような期間にするかは全てが参加するあなた自身によって決められます主体性を強く求められるプログラムであると思いますがしっかりと自分の足で歩いたその一年を後悔することは確実にありませんここだけでしか経験できないような特別な一年を過ごせると思うので入学なさったらご応募されることを本当にお勧めします 以上になります。ご清聴ありがとうございました。